高床ホームより撮影、左側が定床ホーム。駅郊外より撮影、左側が高床ホーム、右側が定床ホーム。新田塚駅は福井県福井市新田塚2丁目にある越前鉄道三国あわら線の駅。駅番号は E30。島式ホーム1面2線を定床車用の単式ホームが挟み込む形の3面2線の地上駅。 左側通行での列車交換が可能。出発窓口、改札口からホームへは、校内踏切を渡る。2007年8月31日までは、平日に、福井駅当駅間の系統があったが、西長田駅折り返しに統一される形で廃止された。2016年の福井鉄道との相互乗り入れ開始のため、既存のホームを挟み込むような形で新たに、 軽症車両用ホームが設けられた。そのため、3面2線の廃線となる。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。出札窓口は早朝、深夜を除き営業。売店等の商業施設はない。福井市街地のほぼ北西端に位置し、駅本屋のある西側は、完静な住宅地の先に、田園風景が広がっている。東側には、民間総合診療所。 および関連の建物が連なっている。駅名や地名は、駅から南東400メートルに位置する、東明寺縄手日田吉定戦没伝説地に由来するが、2007年に二代目、八津島駅が開業したことにより、戦没伝説地へは二代目八津島駅からの方が、近くなった。なお、所在地の日田塚二丁目は、福井市の700を超える地名で最大の人口規模を、有している。 ありがとうございます。